心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。なおこの音声はハウスオブザドラゴンシーズン2エピソード7までのネタバレを含みますのでご注意ください。原作炎と血についても触れていきますが、ドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください。加えてドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますので、ゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたします。またこの音声はシーズン2エピソード7血の収穫の深掘り考察をお送りしています。これより前にアップした解説会よりさらに踏み込んだ内容となっております。シーズン2エピソード7より先のネタバレは含んでおりませんが、次のエピソードを視聴する前にしっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います。ご自身で考察したいという方は載せている目次を目安にご自身の気になるトピックだけの視聴もおすすめです。そして今回はかなり原作のことも深掘っていくので、そちらもご了承お願いいたします。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、では早速エピソード7血の収穫の、深掘り考察を始めていきたいんですが、先ほども言いましたが今回は原作の炎と血の内容も結構触れていく可能性があるというか結構入ってますよね。そうですね、うん、はい、なのでちょっと原作は原作で楽しんで読みたいなという方はそちらも聞くか聞かないかはご自身の判断にお任せいたします。はい、とその前にちょっとまず注意を皆さんにしておきたいなというところがありましてね。そうですね、なんとこともあろうにシーズン2エピソード8最終話を目前に全世界でリーク映像が流されております。そうなんですよね。これね、皆さんに注意喚起したいんですけど、てかもうタイミング的に遅いかもしれないんですけどね、もはや恒例行事となってしまってますが、最終話の本編とタイトルとかがリークされちゃってまして、うん、SNS で出回ってるんですよね。なんたることだ。でインスタは分かんないんですけど、特に TikTok と Twitter は要注意って感じで、というか TikTok で流れてる映像がまんま Twitter で流れてるみたいな感じらしいんですけど、ちなみに私はですね、普段からゲームオブスローンズとかハウスオブザドラゴン関連のものを見てるせいか、クソアルゴリズムのせいで、うん、タイムラインのおすすめに出るようになっちゃったんですよ。はい、で一個食らっちゃったんですけど、うっそ、はい、マジで見たくなかった、切れそう。え、原作読んでても見たくなかったってことですか？うん。へえー、ご愁傷様です。マジ切れそう思った。それほんと嫌ですよね。てかなんで、リークされるのは仕方がないのもあれなんですけど、それをなんか拡散させるなっていうね。それ拡散して絶対バッシング食らうの分かってるじゃないですか。それでもなんか再生回数とかを上げたいわけ？まあ数字が欲しいんでしょうね。あと私知っちゃってます的な、なんか上から目線？まあマウントみたいな。やだ、アイリージョだけにして高いのは。てかね、そう普通に結構出てるんですよね。原作読んでてもそんな、もう怒りが湧いてくるってなったらもう何も知らない人からしたらもう本当、本当、本当なんなんですよね。うん。うん、で、しかも、思い起こせば、2年前、シーズン1のラストエピソードも、すべてリークされてたんですけど。うん、だから、ルーク君のこととかも出ちゃってたってことでしょ？そうそうそう、うん。で、その時は、サードパーティー。うん、要は HBO が、海外に送るじゃないですか。はい。その例えば日本だったら U-NEXT とかに。うん。その多分中東かな、うん、に、そのデータを送って、うん、で、それがリークされちゃったらしくて。で、今回は全く同じことが起きたんですよね。そっか。そう。てかなんか、リークしたっていうか、
普通に間違えて流したみたいな噂があるんですけど。いや、間違えんでしょ。なんか HBO が公式ステートメントが出してて、ああ、なんか誠に遺憾ですみたいなこと言ってて、うん、言ってても遅いんですけどね。へえ。そう、まあ、とにかく皆さん気をつけてください。特に TikTok がやばいらしいですね。そうですね。で、まあ結局 TikTok で出たものを保存したりスクショ動画なり撮って、別の人がまた Twitter 流したり、うん、そう、インスタ流したりリールとかでね、はい、してるので、もうこれはデジタルデトックスのいい機会だと思って、携帯を触らないようにしましょう。そうですね、うん、もうスマホぶっ壊しましょう。YouTube はもうラジオで聞いてください。そうですね。ラジオはないですけどね、うんうん、ということで皆さん、このリークには本当要注意で、まあ、リアルタイムでね、このチャンネルを聞いてない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、シーズン3とか今後のいろんなね、あの前日談シリーズ出てくると思うんですけど、その際もちょっとこういうことには要注意というか、関わらない人たちでいたいですよね。はい、はい、では気を取り直しまして、早速、深掘り考察参りたいと思うんですけれども、まずは、エピソード7でものすごくヒーロー的存在になってくれました、ヒューなんですが、まあ、国葬派のバーミさんに乗ってくれたお年子の一人ですよね。はい、でこのヒューの出自についてちょっと深掘っていきたいと思います。ヒュー自身がエピソード7のセリフの中でこういう風に言ってたんですけれども、まず字幕では、母の勤め先は召喚だった、母は特別で他の者より自由を与えられていた、客は銀髪の女に金を奮発する、母は言っていた、俺は母の兄弟の子と変わらないと、ヴィセーリスやデイモンと。で最後の文言だけちょっと変わってたんですけど、吹き替えでは、俺はいとこたちに何も劣らないと、ヴィセーリスやデイモンとな、というふうにね、言っていました。はい。うん、つまり、ヒューが言ってることが本当なら、ヒューのいとこはヴィセーリスやデイモンってことですよね。うん。そして、さっきのセリフを紐解くと、ヒューの母親は落とし子ではなく、ターガリエンの生着の子だったってことが想像つくんですよね。はい。まあ予想として、まあこのヒューの母親っていうのは、ジェヘアリーズ王とアリサン王妃の子の一人、セイラ・ターガリエンの可能性が高いんではないかというふうに我々の解説でもね、すでにお伝えしていたかと思います。はい。はい。ということで、ここからセイラの話をするんですけど、すべて原作の話になります。うん。で、ジェヘアリーズ王の9番目の子であるセイラ・ターガリエンを簡単に説明しますと、めっちゃヤンキーで問題児、うん、例えばいたずら好きのセイラは姉の便器に蜂を入れたり、キングスガードの白マントを盗んでピンクに染めたり、うん、11歳から酒を盗んで飲み始めたり、うん、まあ、そんなことしてたんですよね、うん、あとはですね、複数の男性とたびたびセックスをするんですけど、はい、でちなみにね、関係を持った男性の一人がビーズベリー家の人間だったんですよね。おで彼は牢屋に入れられたんですけど、うん、不服を申し立てて決闘裁判を要求するんですよ、うん、で対決することになった相手がジェヘアリーゾー本人だったんですけど、本人というかそのセイラの父ちゃんと決闘したってことね。そうそうそう。ちなみにこのお姉さんの便器に入れた蜂はこのビーズベリー家の人から調達したんですか？そこまで書いてなかったけど可能性あるね。ね、蜂のあれですよね。はい。あのブリーダーですから。そうそうそう。うん、そう。で、まあそんな感じでセイラがたびたびスキャンダルを犯すんで、ジェヘアリーズは彼女の存在にもう耐えきれなくなっちゃったんですよね。はい。だから王都から追放します。なるほど。で、もっと具体的に言うと、セイラを沈黙のシスターにさせるつもりで、うん、オールドタウンへと送ります。沈黙のシスターとはつまりその亡くなった人のね、最後ちょっとお世話をする人たちですよね。はい、うん、なんですがセイラは夜逃げして、で故郷ではなくエッソスへと渡ります。へえ。そしてライスの召喚で娼婦として働いて、うん、でやがてはボランティスへに移って、召喚を経営するマダムになるんですよね。結構やり手じゃないですか。結構やり手です、うん、経験がね、うん、
豊富だから。そう、ちなみにね、セーラーは何人か子供いたんですけどね、はい、3人お年子がいたのかな。あ、じゃあ結婚も一応してるってことですか。いや、結婚はどうだったっけな、ごめんなさいちょっと忘れちゃったんですけど、多分してないかな。基本じゃあ未婚の母的な。そうだと思います。へえ。そうで、彼女のお年子たち3人はハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1の冒頭シーンで行われたハレインホールの代表議会あったじゃないですか、うん、あれに参加をして玉座の権利を要求してます。へえ。なるほど、はい、じゃあなんか今回のエピソード7で実はターガリエンのお年子ってめっちゃいるでみたいな、うん、ひそひそ噂が広まってましたけど、原作の方ではもう結構当たり前にお年子いたりして、うん、その子たちがもう代表議会の101年のね代表議会で、いやもう私王になれますみたいな宣言をしてたってことですね、うんうん、そうですね。この中にヒューは別にいないんですよね。ヒューいないですね。なので少なくともセーラのお年子は数人いて、そのうちの3人は立候補したけど、うん、はい、ヒューは別にちょっと陰でひっそりと暮らしてたタイプのお年子かもしれない。そうですね、あのヒューがセーラの子っていうのは原作で説明されてないんで、うん、これは多分これはまあ推測か、もしくはテレビドラマオリジナルの設定になると思うんですけどね。なるほど。でもやっぱ原作を読んでる人からすればもうセーラ説が濃厚なのかな、母親としては。うん、私はそう読み取ってますね。うん、なので銀髪の娼婦って考えると、あのターガリエンのお年子の子が銀髪になって召喚で働いてたっていう風に考えることもできるんですが、シンプルにターガリエンってそもそもほんまにヤバい人が多いってことをちょっと私たち忘れがちなんですけど、うん、冷静にターガリエンの普通の静着のレディが召喚で働いちゃうタイプの人だったってことですよね。そうですね、セーラさんがね、うん、ターガリエン家にとってはなかなか珍しいタイプだと思うんですけどね。うん、でもなんかこのセーラのこの箇条書きにされた人物像を考えるだけで全然デーモンの方が増しちゃいます。うん、なんかデーモンは普通に人殺しただの、うん、ただの人殺し。なんかやっぱ私たちの中でターガリエンってデナーリスとビセイリスしかいないから、なんか幅が狭いじゃないですか。で、うん、今回このハウスオブザドラゴンでいろんなターガリエンを見たことで、いかにもデーモンがちょっとなんかあまりにもできなさすぎてかっこ悪いとこもあって、でもなんかかっこいいとこもあってみたいな、すごい振り回してくるキャラなんですけど、多分ターガリエンとしては案外デフォルトっていうかあの感じがね。てか普通の人がなかなかいないからね。そうなんですよ、それを忘れがちでターガリエンを見ちゃうと、それはなんでこんな感じなのみんなっていう感じでちょっとイライラしちゃうのもね、うんうん、あると思うんですが、もうターガリエンってターガリエンなんですよ、うん、っていうのをね、あの思い出させてくれるようなキャラですね、このセーラさん。そうそうそう、うん、多分ね一番マシなのは、マシってあれかもしれないですけど、うん、まともな人間はジェヘアリースとその奥さんのアリさん、うん、それ以外はなんかみんなどっかしら欠陥があるっていうか、はい、ちょっとぶっ飛んでるんですよね。そう、私も炎と地の第1巻目までは読んでるんで、このジヘアリーズ王、老王と呼ばれたね、うん、シーズン1第1話の冒頭で座ってたおじいちゃんの話までは読んでるんですけど、なんかもう安心感ありましたもんね、うんうん、なのでもうジヘアリーズとアリさんがもう奇跡みたいな、めちゃめちゃまともでできた人たちって感じで、うんうん、もうここにもう全てのエネルギーが集中されたんでしょうね。そうですね、ターガリエンのね。なのでそれ以外はもうちょっと何かしらこじらせてるって思いながら、今後もね見ていくのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、うん、あとねこれプチエピソードで言いたいんですけど、ジェヘアリーズはセイラのことを拒絶してて、はい、二度と帰ってくるな、連絡もするなみたいなことをみんなに言ってたんですよね。で長年にわたってずっと怒ってたんですけど、アリさん王妃の方は娘が帰ってこれるように毎年手紙を送ってるんですよね、本人。そっかそっか。そう、そして原作ではアリセントってレイニラの一回り上なんですけど、うん、アリセントは老いたジェヘアリーズのお世話係をしてたんですよね、はい、で例えば書物の朗読などを行ってるんですけど、うん、おそらく認知症も入ってしまった老王は時々アリセントのことをセイラと思い込むようになってたんですよ。へー。だからジェヘアリーズってもしかしたら娘を破門して後悔してたのかなと思ったんですけど、
心の片隅にちょっとね、うん、あったんでしょうね。そう、まあ普通の父親だったらね、妥協してね、うん、そろそろ帰っておいでよって言えたかもしれないんですけど、ジェアリーさん王様なんで、そっか、そう、妥協は多分見せられないんですよね。だしセイラがいることでやっぱりターガリエの地位がどんどん落ちていくからね、うん、父親としてではなく王として下した決断で多分破門した感じかな、うん、はい。へえ、セイラさんその後はどうなったんですか。いや、二度とねウェストロス戻ってこなかったんじゃないかな。じゃあもし、まあ、ドラマオリジナルの展開だったとしてもヒューがね、うん、セイラの子供だったとしたら、セイラがウェスタロスにいる頃に産んだ子供、うん、ぽいですよね。多分、うん、ヒューはエッソス生まれではなさそうな感じなんで。そうですよね、はい、普通に英語喋れるし。じゃあヒューを一人に残してなんか行っちゃったのかな、ウェスタロスからエッソスに。うん、まあ、可能性ありますよね、うん、そっか、うん、でも召喚のお神ですからね。そう、ちなみに代表議会の時もセイラまだ生きてるんですよ、全然存命で。はいはい。で玉座の権利は要求しないんですけど、うん、というのもセイラ自身はエッソスでその召喚切り盛りしてて、うん、めちゃくちゃ金持ちになってるんですよね。だからなんかわざわざウェスタロスに渡る必要ないんですけど私みたいな、うん、こっちとかうまくやってますけどみたいな。そっかそっか。まあこのジェヘアリーズの娘であるセイラの息子がヒューということなので、まあ、セイラの兄弟たちにはベイロンとかエイモンがね、うん、いるということなので、このヒューのいとこはビセイリス、デイモン、そしてレイニスとかもねいとこに当たるっていうことですね、うん、はい、うん、なのでそう思ったら血の濃さ的にはそれこそターガリエンとターガリエンじゃない人との子供なんで、ヒューはレイニスとかと一緒ぐらいの血の濃さってことですよね。うん、もしこれが本当だったらね、うん、うん、だしやっぱりヒューは、ジェヘアリーズの孫にあたる人物なので、ジェヘアリーズが乗っていたバーミサーと心がつながったっていうのもまあ頷けるんじゃないかなと思います。うん、うん、そうですね、はい、ではドラゴンシーズのもう一人白のアルフについてもちょっと深掘っていきましょう。はい、まあ、彼あだ名が白のアルフ、うん、でこの白の白って何やねんっていうね、うん、話なんですけど、まあ、原作ではですね髪が白髪だから白のアルフって呼ばれてるんですよね。へえ。そう、でもテレビドラマは白髪じゃないですよね。そうね、何度も言ってますけど、うん、普通にあの順調に健康的にお年を召したおじさん。そう、これを、まあ、その原作と変えた意味が私ははっきり分かってないんですけど、うん、もしかしたらそのヒューに加えてアルフもターガリエンっぽい髪色にするとこいつらどうせドラゴンライダーになるじゃんみたいな、そういう予想が立っちゃうから、あえて変化球的な意味で普通のおじさんの髪色にしたのかな。なるほどね、うん、ちなみに原作ではヒューの髪色はターガリエンの色？別にちょっと忘れちゃったんですけど。忘れる？結構大事ちゃいます、ね、なんか、いや、あの白なのか金髪なのか銀髪なのかはちょっと忘れちゃったんですけど、はい、うん、普通にターガリエンっぽい色はしてたはず。そっか、うん、ね、なんか髪色って結構重要になってくると思うんですけど、まあ、このチャンネルでも何度も言ってるようにレイニスとかって原作黒髪なんですよね。そうですね、なんかそういうのも変えてきてたりしてて、それってもしかしたらジェイス君のあの葛藤をより際立たせるためとかね、うん、のもあったかもしれないんですけど、ドラマと原作の方では髪色のこだわりをちょっと変えてきてるところがあるので、まあ、そういう意味でもアルフを真っ白にしなかったのもそのよりなんていうか面白みを持たせるというか、それこそさっきケンさんが言ったようにあんまりみんなが予想がつかないようにちょっとカモフラージュするためにね、うん、やってるのかもしれないですよね。はい、まあ実際今回集まったドラゴンシーズたちにも普通の人もいっぱいいましたしね。うん、なんか黒髪もたくさんいましたよね。ただあれは本当にドラゴンシーズってわけではなく、なんか一発逆転目指して人生変えに来てる感の人もね
いたかもしれないですから、ちょっとわかんないんですけどね。そうですね、うんうん、で原作のアルフはね、髪の色以外もちょっと違う要素があって、はい、例えばテレビドラマは彼は普通にオートの住民で、うん、まあ、叫びたりとか何の仕事をしてるかわかんないんですけど、うん、原作ではドラゴンストーンの兵士の一人です。え、ただちゃんとした人ってこと？うん、まあ叫びたりなのは変わんないんですけど、あ、ただ書いてないんでわかんないんですけど、おそらくいいランクではなく、多分平社員的な、んー、別に普通の人です。はい。で彼はテレビドラマでは、まあ、本人曰くですけど、ベイロン・ターガリエンの落とし子で、つまりヴィセイリスとデイモンの腹違いの兄弟って言ってたんですけど、うん、原作にはそんなこと一切書かれてません。おー。でアルフの親については実在のものであれ疑惑のものであれ一切書かれてないんですよね。うーん。でアルフ自体の年齢も書かれてないから正体不明なんですよ。へえ。でアルフがターガリエン家の王子の落とし子である可能性はなくはないんですけど、そもそもドラゴンシーズの多くはターガリエン家の直接の子孫ではなく、ターガリエン家の落とし子の子孫とされてるんですよね。うん。あくまでもされてるだけなんで、うん、本当かどうかわかんないんですけど、ちょっと一世代血が薄まった人たち、そうそうそうってことですよね。そう、うん、まあ例えばですけど、今回バーミさんに最初に乗ろうとしたキャラは、あれシルバーデニスっていうキャラなんですけど、名前があったんですね。そう、彼は原作ではメーゴル残酷王の落とし子の子孫だと主張しています。へー。あの一番最初に、はい僕行きますって言ってね、そうそうそう、戦闘出てきた人ですよね。そう、うん、ちなみにシルバーデニスと彼の子供たちもいたんですけどね、原作では。あ、まあ、結局子孫っていうことはあれですよね、血が入ってますもんね、ドラゴンの。そう、だからシルバーデニス家族で来たんですけど、全員ドラゴンに食われてジエンド。ファミリーオーディション受けたんですね。ファミリーオーディション受けてファミリーごと食われる。そっか、まあ、その描写はドラマではなくてよかったかもしれないね。そうなんかな。いやだって子供とかがさ食べられるのもしんどくない？いや私はちょっと見たかったんですけど。あ、そう、うん、そっかそっか。うん、まあこのアルフがそもそもなんでドラゴンに乗れるのってのが最大の疑問だったと思うんですよね。はい。っていうのもやっぱこのアルフが、ベイロンの落とし子とか言ってんのがどうにもやっぱり信じられないというかね。はいはいはい。もう結局嘘ばっかりついてご飯食べてる人だったでしょ。だからおそらくこのアルフが言ってんのは嘘で、アルフ自体もなんでシルバーウィングに乗れたか分かってないっていうのが実際のところなんじゃないかなというふうに見えますよね。私もそう思います。はい。で、このなぜアルフがドラゴンに乗れたんだろうっていうことに関して、ディスコードですごい面白い意見があったので、そちらをシェアさせていただきたいと思います。アルフが、まあ、ドラゴンのオーディションに行って、そして、まあ、ちょっと怪我を負って一人でドラゴンモントの中をちょっとさまよっているシーンがあったと思うんですけど、最終的に、まあ、シルバーウィングが卵を温めている、部屋みたいなところにね、到着してしまいますよね。はい。で、アルフは卵の温めてるカスカスのところをちょっと踏んでしまいまして、まあ、最初はシルバーウィングに怒られてしまうんですが、その後、シルバーウィングに鼻でちょっとつつかれて、まあ、転んでしまうシーンがあったかと思います。はいはい。で、そのシルバーウィングに転がされた時に、アルフは、黒い水たまりみたいなところに一回ジョボンと入ってしまうんですよね。うん。で、黒い液体まみれになった後に、シルバーウィングが、まあ、アルフに対してちょっとお辞儀をして、結果的にこの絆が結ばれるシーンが描かれてると思うんですけど、もしかして、この、なんか黒い液体が絆の秘訣だったんじゃないか。うんうんうん、っていうような予想をね立ててくださってたメンバーさんがいたんですよね。はい、うん、この黒い液体はただの水ではなく、ひょっとしてこれまでのシーズン2で描かれてきたドラゴンの体液的なものなんじゃないかと、うん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 、なのでそこの液体に一回ぐるっとまみれたもんだから、シルバーウィングが、鼻先でアルフの匂いを嗅いだ時に、あれなんか近い匂いするぞ的な、
ものを偶然にも感じ取ってしまい、ハプニングがあってね。なので結果としてシルバーウィングはアルフを認めたという展開になったんじゃないかと。めちゃくちゃ面白い考察が。そう、これね、かなり興味深いですよね。はい。で、あのオープニングの刺繍あるじゃないですか、うん、あそこでルークス・レスとの戦いが描かれてて、メレーズの首から黒い液体みたいなのが流れてる、うん、まあ、そうやって表現されてるんですけど、はい、なんかその黒と同じなんじゃないかなと思ってて、うん、なんかヒューがこの泥まみれになるんですけど、はい、あれなんか土色っぽくなくて、もうちょっと黒に見えたんですよね、うん、なので白のアルフが黒い液体にまみれたことでドラゴンと絆が結べたかもってことでしょ。そうそうそう、うん、すごい面白いですよねこれ。そう、なのでやっぱりアルフの中にドラゴンの血っていうものはなくって、ハプニング的な偶然が重なった結果、ああいう風にシルバーウィングと絆が結べてしまったんではないか。うんうんうん、だから、うん、ターガリンの血って関係ないかもしれないですよね。そうね。で、今の時代のレーニラたちってのも、少なくともターガリンの血が必要って本当に心の底から信じてるじゃないですか。はい。それってやっぱりあのジェイス君が言ったように、それはターガリエンの血を揺るがないものにするために、これまで生きてきたターガリエンが勝手に設定した、都合よく設定したものなんじゃないかっていう意見が、なんか現実味を帯びてきたっていうか、古代のターガリエンとかバリリアの人たち、ドラゴン諸侯たちはもしかしてそれを本当に気づいていて、どっかのタイミングで。でもそうなるとドラゴンをいともたやすく奪われてしまうから、いやいや、これは何としてでも血がいるとか、なんか都合のいいあの伝説的なものを付け加えといた方がいいんじゃねってなって、ドラゴンの血が必要って言いふらしているけれども、実際のところはやっぱり関係なかったかもしれない、うん、ってことになりますよね。ていうか、ターゲリエンじゃない人はそもそも挑戦してないと思うんですよ。その前提があるからね、本当か嘘かわからない。そうそう、うん、なのでその古代の人たちが勝手に決めたその都合のいい設定をレーニラたちはまんまと信じてしまっているだけで、蓋を開けば実はそうでもなかった可能性がひょっとしたらアルフで証明されるかもしれないですよね。まあ解説の回でもちょっと触れたんですけど、やっぱこのアルフとかって本当に失うものがないから、このドラゴンシリーズで今回ドラゴンをゲットした3人の中で一番今後なんかレーニラを裏切る可能性って高くなるんじゃないかなと、すごい私怖いんですけど、なんか裏切られるのも嫌だし、アルフになんかこの世界の3枚目キャラになってほしいから、そういう意味でも彼が裏切り役になるのってあんま見たくないなっていう感じしません？そうですね。まあ私はアルフ結構好きなんで。私も好きです。そう、今キャミさんが言ったように3枚目っていうか、お笑い要素がそんなないから、うん、彼にその役をやってほしい。私あの最終エピソード8話の冒頭では、あんた何王と言ってんねんみたいなのをレーニラに怒ってほしい。 あれ無許可で言ってるでしょ絶対。勝手に何無許可でペーパードライバーで言ってねみたいな。いや、レーニラの作戦かもしれないですよ。初めて乗った人であんなウフューとかなってワハハとかやってる人に生かします、400キロ先の旅、うん、ほんで往復させてこっち戻ってくるんでしょ。でも戻ってきた時もレイには待ち構えてるし、別に怒ってる感じはしてなかったからあの表情はひょっとしたらあれじゃないですか、バーガーに対してじゃなくてアルフに対して何言ってんねんみたいな顔やったかもしれないですよ。うん、まあてかレイニラとアルフが、うん、喋ってるとこ想像できないんですけど。できない。なんか会話が成立しなさそう。そうだよね。うん、なんかヒューはレイニラになんか敬意を払って、払いそう、そう、女王様はいわかりました とか言いそうだけど、アルフは多分礼儀とか知らなそうだから、礼儀と思ってやってることがめちゃくちゃ失礼なことみたいなね。うん、あのティリオン的な全然誰も笑ってない冗談とか言うかましてきそうじゃないですか。確かに。なんか召喚に蜂の巣を持ち込んでロバがなんたらみたいな、うん、
とか急にそうですしね、うんうん、まあでも結果としてこのアルフがオートに行ったことでバーガーホイホイみたいになってたってことでしょまんまと引っかかってんじゃんねえ、なんか焦ってるエイモンド見るのすごい楽しかった超性格悪いみたいな発言ですけど、うん、あんまり焦ってないじゃないですか基本エイモンドってさ。そうね、うん、うん、ねえ、で今回も多分あのアルフがそのオートに行ったのはなんていうか気づいたらオートに行ってたパターンもあると思うんですけど、むしろそのやっぱり友達たちにそのドラゴンに乗れたことを自慢しに行ったんじゃないかみたいな意見とかもあって、なんかそれすごい濃厚だなって思うんですけど。でも地上からアルフの姿って確認できんのかなアルフだってなんのかなあれ。なるんじゃない、やっぱ昔の人めっちゃ目いいから確かに視力 10.0 とかじゃないですか確かにね、うん、でも初めてであんだけ乗れるってことはドライブテクニックとかバリリア語とか案外いらないのかもしれないですよね。それもやっぱターガリエンだからちゃんとやりましょうみたいなので言ってたりするけど、やっぱフィーリングでドラゴンって感じてくれてると思うし、なんか一般人でも感じ取れるなんかそういう動物的本能のフィーリングが人間とドラゴンの間である風に感じましたね。そうですね、うん、てかあのオート飛ぶじゃないですか、はい、めちゃめちゃ美しい姿だったんですけど、はい、バーガーとどんぐらい年違うんだろう、まあ何十年だけだと思うんですけど、うん、バーガーって翼に穴開きまくってるじゃないですか、はい、シルバーウィング穴一個もなかったんですけど。いやだからそれエントロピーですって。エントロピー、あの日差しにずっと当たってたらあの洗濯バサミとかボロボロになるじゃないですかあの感じ確かにバーガーね屋根ないからなバーガーに屋根をちょっと寄付金集めましょうか。そうですね、クラウドファンディングしましょう東京ドーム何個分かな10個あれば足りるんじゃない。足りますかね、うん、まあ、バーガーがみんなの傘になるぐらい大きいと思うんでね、うん、うん、なんかね、いたたまれない野宿の風景を見せつけられてかわいそうでしたけどまあね、今後アルフがちょっと話ずれましたが、今後アルフが本当に国葬派のままで居続けてくれるかどうかがすごい私心配しております。はい、次はドラゴンキーパーについてお話ししたいと思います。今回ついにストライキに突入したドラゴンキーパー組合なんですけど、うん、まあ、そもそもドラゴンキーパーってなんやねんっていうのを説明したいと思います、はい、でここはね原作とテレビドラマの比較をしていきたいんですが、原作ではドラゴンキーパーっていう組織はできてから100年も経ってないはずなんですよね。へえ。まだね、70年とか80年とか、うん、そんなもんだと思うんですけど、ジェヘアリー像が作った組織なんですよね。で、なんで作ったかっていうと、エイリア・ターガリエンというプリンセスがいたんですけど、彼女は勝手に黒の恐怖ことバレリオンを盗んだんですよ。うん、だからまあ警備がガバガバだったんで、これは良くないぞってことでジェヘアリー像が作りました。うん、で主な任務はドラゴンの護衛になるんですけど、まあ、例えばヒューの母にあたるセイラもドラゴンを盗もうと思ってドラゴンピットに忍び込んだんですが、その時はもうドラゴンキーパーたちがいたんで、まあ、阻止したっていうかセイラを捕まえて、セイラはドラゴンを獲得できず、はい、でこのドラゴンキーパー集団は常に77人の団員で構成されてるんですよね。で全員が剣を持っていて、黒光りする鎧と竜の鱗をあしらった兜を身につけてます。ちなみにキングズランディングに拠点を移した王の手ネッド・スタークがレッドキープでドラゴンキーパーの鎧を目撃してます。昔ドラゴンキーパーが使ってた鎧が残っててってことですか？そうですね。へえ、てか鎧だったんだ原作では。そうそうそう、結構今身軽な動きやすい服装ですけどね。そうなんですよね、うん、はい。で、ドラゴンキーパーはキングズランディングとドラゴンストーンのドラゴンピットで活動しています。キングズランディングとドラゴンストーンのメンバー合わせて77人なんですか？そうです。うーん、例えば1人亡くなって76人になってしまいました。そしたら1人だけ補充します。結構狭きもんですね、はい、そうですね、うん、まあ、だからキングズガードと一緒ですよね。で一方ここからはテレビドラマの話をしたいんですけど、
テレビドラマのドラゴンキーパーの主な任務はドラゴンのお世話、はい、食事を与えたり排泄物の処理とかかな、うん、でシーズン1の配信時にショーランナーのライアン・コンダルが自分のポッドキャストで言ってたんですけど、本当はドラゴンキーパー専用の鎧を作りたかったんだけど予算不足により実現できなかったと。それプラススターウォーズってジェダイが自分のライトセーバーを作るんですけど、うん、そんな感じでドラゴンキーパーも修行の過程で自分専用のドラゴングラスのダガーを作るんですよね。ああ、今回っていうかステフォン・ダークリンが燃えてしまった時に一緒に燃えてしまったドラゴンキーパーも自分でドラゴングラスの剣でね自害して、そうそうそう、はい、楽になろうとしてましたよね。そう、あれお手製だったんですね。そう、みんなお手製のドラゴングラスを持ってるんですよ。うん、でまあ特徴は他にもあって全員坊主。坊主なんかな。いやそんなことなかったですよ。あ、違いましたっけ。エピソード6であの歌歌っててどうぞって言ってたあの女性は普通に髪ありましたし、今回もやめてやるダオールって言ってたおじさんも普通に、あれはハゲてたか。いや女性って坊主じゃなかったっけ。いや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 坊主じゃないです、それシーズン1の時にいた少年じゃない。第1話、はい、か途中で出てきた。確かになんか可愛らしい顔してて坊主なんやって思った印象があったんですけど、シーズン2っていうかドラゴンストーン島のドラゴンキーパーはロン毛もかみたいな感じじゃない。じゃあ全員坊主は嘘です、ごめんなさい、うん、間違えました。女王が寛容だから。いや全然そんなおしゃれでいいよっていう。そうね、うん、最近の高校野球も別に坊主じゃなくていいから、ね、そうですよ、能力に関係ありません髪の長さはね。はい、うん、まあそれは嘘だったんですけど、多分全員コーチバリリア語を話さないといけないってか、それしか話せないのかな。そんな感じか、うん、まあ今回怒ってたしね、うん、ダオールおじさん、うん、あのヒートアップすると方言が出ちゃうタイプの人。うん、いやでも多分英語話せないと思うんで、うん、英語っていうかコモンタングね、うん、おそらくウェスタロス人ではないのかな。うーん、古代バリリアの血を引くみたいな、そんな感じっぽいですよね。そうですね、まあ、でも原作だとジェヘアリー像の時に設立されたってことなんで、うん、まあ、この時代の人だったらアンダル人の可能性もありますし、うん、ただ今回怒ってたダオールおじさんはなんかアンダル人のことをすごい軽蔑したような表現でね、うん、アンダル人はもう試しただろうみたいなこと言ってたんで、やっぱりバリリア人の説が濃厚かな。そうですね、ただもう生っ粋のバリリア人ってほぼいないと思うんで、うん、だからドラゴンキーパーもある意味ドラゴンキーパー内で子孫を残し続けてたんじゃないの。あードラゴンキーパー同士しか結婚できないみたいな、うん、そうなのかな。ねえ、はい、まあとりあえずね、多分バリリア語しか話せないと思うんですけど、彼らはバリリアの伝統を重んじてて、ドラゴンを神聖なものとみなしてて、うん、だから落とし子、まあ、つまり血が薄いバリリア人がドラゴンに乗ることを神への冒涜だと信じてるようです、うん、まあそんな感じなんですけど、今回のエピソードの血の収穫を行おうとするレーネに対してさっきも言ったようにめっちゃ怒ってるんですけど、うん、あれはまあストライキなんかな。そういうことでしょうね。でどこ行っちゃったんでしょうっていうのが疑問なんですが、だって持ち物あの長い棒しかないでしょ。あの人たち多分転職できないと思うんですけど。そうなのよ、これからどうする。そう、水槽派のダオールになるの。そうだから、水槽派っていうかキングスランディングにもドラゴンピットがあるんで、はい、ドラゴンキーパーもいるはずなんですけど、水槽派と国槽派で今対立してるじゃないですか、はい、ドラゴンキーパーもそういう対立とかあるのかな、どうなんだろう。あ、派閥みたいなあるかもね、うん、でも今回のことでレニアに対してすごい怒ってるから、もうなんか生粋のターガリンを重んじてる、バリリアの血を重んじてる水槽派に行くみたいなのでね、うん、話は通じるかもしれないんですが、原作ではこのダオール合戦はあったんですか。ないです。
あ、そうなんや。そこまで描かれてないんで。じゃあドラゴンキーパー残留、原作は残留というか詳細が書かれてない。マサオさん、あのシーンを描くってことはなんか今後問題になってくるんでしょうかね、ドラゴンキーパーが、うん、ドラゴンストーンにいなくなったことで。そうそう、やっぱドラゴンキーパーってすごい重要な役割になってるんで、うん、やっぱドラゴンの世話をできなくなって、それがなんか問題が起きて、うん、今後のイベントにつながってくる可能性はありますよね。そうですね、うん、はい、縁の下の力持ち的な人たちですから、はい、うんうん、あのレニラはもう大事なお世話係のおじちゃんたちをね失ってしまって、もうあの歌も聴けへんのちゃいますか。デーモンは歌えるからね。あ、確かにね、うん、レニラは多分エマダーシーが歌 NG だったんじゃないですかね。その可能性高い、事務所的にね、うん、はい、では最後に、まあ、ちょっと雑談的な感じでお話ししようかなと思うんですけど、まあ、ディスコードでもそうですし、これまで上げてきた解説とか深掘り考察のコメント欄で、やっぱりいろんなキャラに対しての皆さん各々の感想をね、言ってくださったり書いてくださったりしてる人がたくさん多い中で、なんか私はどうにもアリセントのことが好きになれなくってイライラしちゃって、なんかみんなアリセントのこと心配してたりするんだけど、私って、もしかしてなんか薄情な人なのかなとか気づいちゃったんですよねみたいなコメントだったりとか、みんながレイニラを応援する中でどうにもレイニラの計画のなさにすごくイライラさせられてしまうとか、もうデイモンがもうシーズン2の中で一番嫌いなキャラクターですみたいな、いろんな意見があって、なんかそういう意見を聞くたびにすごくハッとさせられますよね。うんうん、まあ、プラスの意見も多いんですけど、はい、マイナスの意見も目立ってるのは確かなこと。そうで、やっぱゲームオブスローンズだと例えば、まあ、アリアがいたりとか、ジョン・スノーがいたりとか、まあ、ティリオンがいたり、そしてデナイス、イケイケってみんな最後の方までね応援していたと思うんですけど、まあ、明らかにハウス・オブ・ザ・ドラゴンにはアリアもジョンもティリオンもそしてデナーリスさえもやっぱいないような感じがするので、なんか全体的にキャラクターの花がないというか、ぼやーっとしているような群像劇になってると思うんですけど、なんかそれはそれで私すごく面白いのかなと思っていて、なんかゲームオブスローンズはグレーなキャラクターがすごく多くって白黒がないシリーズではあったにしろ、それよりもさらにハウス・オブ・ザ・ドラゴンがそういうイメージが強いのかなっていうふうに思っていて、それってもしかしてスカッとしたりとか、なんか推しキャラを絶対作りたいみたいな人からするとなんかやりにくいというか分かりにくい話なのかもしれないんですけど、うんうん、どう思います？いや確かにね、分かりにくいっすよね。うーん、完全にこの人推していきたいっていうのはあんまないかな。はいはい、うん、なんかそう、さっき言ったように多分誰だろうな、デナーリスとか、うん、めっちゃみんな好きだったと思うんですよ、うん、まあ最後の方はあれかもしれないですけど、うん、シーズン1、2、3、4とかそこのところはみんな応援してたと思うんですけど、うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンそういうのがないっすよね。そうね、なのでまあある意味中途半端でなんか物足りなさを感じてしまうし、なんていうかヒーローもいなければヒロインもいないし、めっちゃ悪役みたいな人もいないから、なんか全体的になんだろう、みんなのキャラクターが不完全な感じがねすると思うんですけど、なんか私はその不完全さこそがこのドラマの良きところかなっていうふうに思ってて、私たちも実際完璧な人っていないから、なんかそれをすごくリアルに表現してる気がしているので、なんか不完全なキャラをどこまで愛せるかっていうのがこのシリーズの見どころなんじゃないかなと思うんですよね。うん、うん、いいじゃん不完全でっていう、うんうん、うん、とこなんですけど、まあ、デイモンとかねまさにそんな感じですしね。うん、うんうん、あとなんかアップダウンが激しいですよね。うん、まあ、例えばデイモンとか、はいはい、なんかシーズン1はなんかめっちゃかっこいいなと思ってたら、う
シーズン2あれって思うし、はい、なんか前も言ったかもしれないんですけど、なんかゲームオブスローズの時よりもすごくキャラの心とかこれまで生きてきた歴史とかをすごく考えることが多くなってる気がするんですよね。まあ私も含めいろんな視聴者さんが。でもそうやってキャラを見ることで、なんか自分の中にある経験とか感情とかを改めて知ることができてるっていうか、例えばその私はアリセントに対して確かに最初この人ほんまになんか軸ないなみたいな感じでイライラしてた時もあったんだけど、なんか彼女がこうならざるを得なかった理由とか、あの自分の中に自分がいない感じとかってなんかどっかわかる気がするとも思うし、自分の中から自分を消すことがもしかしたら彼女がこれまで生きていくための術になっていたからこそそうなってるのかもしれないなとかって思うんですけど、それってどっか私の中にそういう部分があったりとか、私の周りの友達にそういう人がいたりとか、なんか私の中の経験値がキャラを分析する力にもなってるのかなとか思ったりするんですよ。うん、例えばそのレイニラのなんか自分勝手なとことか計画性のないところがどうにも無理っていう人って、もしかしたらその人自身があの周りのことをとてもよく考えるタイプの人だったりとか、計画を立てて実行することに安心感を覚えるからこそ逆のことをしてしまってるキャラクターに苛立ってしまうかもしれないし、なんで私このキャラクターにイライラするんだろうとか、なんで私このキャラクターのことをこんなに思ってしまうんだろうって自分に落とし込んでみると自分がなんか見えてくる感じがしません？うーん、例えば今ケンさんがなんか鼻につくなとか、もうほんま理解できひんみたいなキャラっています？いや、それはね、いないんですよね。ケンさん優しいですもんね。いや、優しいかわかんないんですけどやっぱでも気になるキャラクターはデイモンかな。へー、うん、なんか原作私読んでて、うん、デイモンってめっちゃかっこいいキャラだなと思ってたんですよね、うん、けどテレビドラマ見るとちょっとダサいとこもあって、うん、まあ、例えば若造のオスカー・タリーにねやられてしまうっていうね、うまく言い返せない、はい、ね、多分年も 2,3 倍ぐらいで違うと思うんですけど、うん、そう、そういうちょっとダサいところもあるんだって思って、うん、なんか原作のデイモンってその物語の中のもうプリンスみたいな感じなんですよ、はい、ローグプリンスですもんね。そう、何やってもかっこいいみたいな、うん、めちゃめちゃ強いみたいな感じだったんですけど、テレビドラマの方はそういうね、なんかターガリエンって不完全な感じなんだっていうのが伝わって、うん、そういうところもハウス・オブ・ザ・ドラゴンの魅力なのかなと思ってて、そのかっこいいキャラがドラマで見て蓋開けてみればちょっとダサかったりするっていうのはいい印象を持ってるんですか、ケンさん的には？うん、私はそっちの方が面白いなと思って。あー、そっかそっか。うん、うん、なんかやっぱりこういう風に玉座争いのゲームってなるとどっかヒーローを見つけちゃったりヒロインを見つけちゃったりするんですけど、なんかターガリエンが結局落ちぶれていく話なんでね、そういう風になるべくしてなったっていう風に思うと、やっぱレイニラの欠点もデーモンのダサさもアリセントの未熟さも全てまるっとなんか面白みとして見れると思うんですけどね、うんうんうん、だしそれこそみんなジョン・スノーが大好きとか、もうみんな最後デナリスが大嫌いとかじゃなくって、なんか各々視聴者の人がそれでも私はデナリスが好きとか、なんかジョン・スノーって最後叫んで何もせえへんかったし、こいつほんまになんなんみたいな思ってる人がいてもいいみたいな感じで、それこそ群像劇だと思うし、なんかあのこういうふうに私たちも解説してたとしても予想って結構外れてたりするじゃないですか、うん、解説チャンネルとはいえね、はい、なんかそれがむしろいいんじゃないかと思ってて、どうしても正解って見つけたくなるんですけど、でも本当に大事なのってその正解が何かっていうことよりも、みんなでなんか正解を一緒に探していくその過程が楽しかったりするから、なんかレイニラが嫌いな人もいればデイモンが嫌いな人もがいてもいいと思うし、アリセントがやっぱりどうしても無理みたいな人もいてもいいと思うし、私はクリスピンがどうしても無理だしなんかそういう人たちで
なんか意見が言い合えるのがすごく楽しいなって毎回思ってますね。なんか私も解説をする一人としてできるだけ客観的に公正にいろんなキャラを見ようとは努めてるんですけど、その中でもやっぱりどうやったってクリスピンが無理なんですよ。そうなんですか。そうなんです。なんか本当に、でもそれってなんか自分で言うのもなんなんですけど、別に悪いことじゃなくって、私のどこか何かにクリスピンの何かが突っかかってるんですよね。それ分かってるんですか。いや、それがだから自分探しの旅なのよ。探しの旅。そう、だから、うん、例えば過去にこういう人がいたとか、うん、ああいうことを言われた経験があったから、なんかクリスピンのああいう表情がなんかちょっと怖いとか、なんかあるんですよね。なんかそういうの検査ないんですか。難しいな。どうにもこうにもこのキャラは本当に無理みたいな。いや、ないかな。そうなんだ。うん、この人めっちゃ嫌いとかないんですけど。ハウドラでね。ハウ、そうですね。ゲイスロワあったでしょ。ゲイスロワ、ハイスパラーとか。うん。いましたね。うん。ハイスパローが嫌だったのはなんでだったんですか。なんかもうすべてがムカつく。でもそれはケンさんの何かに刺さってるってことでしょ、多分ハイスパロンの何かが。あ、でも私サーセイが好きなんで、あー、サーセイにあんなことをさせたのが、まあ、最大の理由かもしれないんですけど。シェイムシェイムね。そうそうそう。うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンはこのキャラめちゃくちゃ嫌い、もう耐えれないっていうか、いないですね。というか、なんか別に無理やり推しを作んなくてもいいかなと思ってて。うん。そうなんですけど、なぜ私たちが今こんな風に話しているかというと。はい。推しキャラランキングの季節がやってまいりました。やるんかい。今回はグリーンズなのかブラックスなのかもね、ちょっとアンケート取りたいなと思ってるんですよ。うん。まあもちろん推しキャラが結局できなかったっていう答えもね、全然 OK なんですが、やっぱりシーズン1もやったということで、これはシーズン2もね、引き続きやりたいと思っておりまして。で、まあ、エピソード8が終わって、まあ、最終エピソード終わって、その解説とかでちょっとね、またアンケート取りたいと思うので、そろそろなんか、皆さんの中でこの人をやっぱり推していきたいなとか、つい応援しちゃうなとか、見つけ始めておいてほしいなと思っております。最終話を見て感情が逆転するかもしれないけどね。うーん、今までと。ちなみにシーズン1ではエイゴン君1票か0票だったと思うんですけど。そうかな。うん。王のくせに全然おらんやんって言ってたのすごい覚えてるんで、ひょっとしたら今回は違うっぽいですよね。めちゃくちゃ票を集めてるんじゃないかなとも思うし、オットーとかもね、それこそ、うん、うん、デイモンが下がってる気もするしね。いや、めっちゃ下がってるでしょ、ね。ぶっちぎりのやっぱ1位でしたよね。前半後半で2回アンケート取ったんですけど。そうね。うん。うん。なので、まあ人間は揺らぐものですし、みんなが不完全で、それをどのくらい私たちが楽しめるかっていうね、いうドラマだと思うし、まあ、ゲームオブスローンズよりかはスカッとしないと思うんですけど、なんかそれでいいんじゃないかなと私は思っていて、だからこそなんか、身近でより愛せるドラマになっていく気がしておりますし、だからこそみんなでなんか意見も言い合えるし、反対の意見があってもいいと思うし、なんか全部の意見が群像劇を見る視聴者として大事なんじゃないかなっていう気がしています。うん、はい。ということで、このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しております。お伝えした解説の中で分かりにくかったところや、解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として、今回お伝えしたシーズン2エピソード7より先のネタバレは含む内容にだけご配慮をお願いいたします。
そして我々心はウェスタロスでは YouTube のメンバーシップも大募集中です。月額190円で文字や音声でやり取りできるチャットサービス Discord への招待 URL を公開しております。 Discord への参加はメンバーシップを継続している方のみ限らせていただいております。ハウスオブザドラゴン配信期間中は毎週月曜日の夜10時からボイスチャットでメンバーさんとワイワイおしゃべり感想大会をやっておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。あとね、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの配信が終わったとしても、はい、何かしらの形でね、まあ、盛り上げたいと思うんで、うん、別のトピックでボイスチャットを開催するかもしれないです。ね、なんかボイスチャットでみんなと喋るのもすごく、だんだん皆さん慣れてきてくださった感じがして、めちゃくちゃ楽しくって、うん、あと1回で一応形としては終わりなんだって思ったらめっちゃ寂しくないですか？そうですね。うん、ただこの間話もしたんですけど、もしかしたらって私の希望なんですけど、原作氷と炎の歌シリーズをみんなで読んで感想大会みたいな、うん、まあ朗読とかでもいいと思うんですけど、はい、そういうのをやっていこうかなと考えてます。そうですね、まあ、せっかくつながってくれたご縁ですね、はい、あのやっぱ文字だけコメントだけで見るよりもやっぱ肉声で聞くと、あ、この視聴者さんってこういう感じだったんだとか、うん、なんかやっぱ文字で見るよりもテンションね、あの違いがあったりしてより伝わってくるし、よりなんか熱さとか、なんかあ、こういう面白いことを言う人だったんだとか、なんか全然違うので、やっぱり声でやり取りするって面白いなと、うんうん、思ってるし、それこそ文字で嫌いなキャラですって書くよりも音声で嫌いなんですよっていう方がなんかより伝わったりするなってのも実感してるので、うん、あのディスコードのねボイスチャットもぜひぜひ、まだまだ遊びに来れてない皆さんの参加もお待ちしております、うん、あとね、その自分発言したくないとか発言できない方もいると思うんですけど、うん、そういう方はチャットとかでもねリアルタイムで参加できるんで、そうですね、全然気楽に集まっていただければ、うん、はい、氷と炎の歌の仲間を増やしていきましょう、はい、はい、そして次回はついに最終話ということで、なんか早かったですね。早すぎでしょ。ね、なんかもう終わりたくないから若干寝かせてみようかなとか言ってる人いるんですけど、いやもう見てっていう感じなんですが、絶対見るでしょ、まあ、その気持ちもすごくよくわかるっていう感じなんですけどね、うん、はい、皆さんリークだけにはどうかご注意を。いや本当にそれ、本当にもう楽しみを奪っちゃいけないよ、うん、人のね、はい、ということで最終話につなげていきたいと思います。それではまた次回。バラーモルクリス。